サイコちゃん、サイコちゃん、サイコちゃん、動画見たぜ、サイコちゃん。よそやで牛丼食ってたでしょ。そのサイコちゃんが牛丼食ってた吉野家に来ちゃいました。ということで、ここだよね、サイコちゃん。もうこの吉野家、俺も何回も来てるから、もうサイコちゃんの動画見て一発で分かったよ、サイコちゃん。この吉野家がある場所って結構通りが激しいところで、向かいにはマックもあるし、あとこっちとかラーメン屋もあるし、こっちに行くと回転寿司だったりファミレスだったりユニクロだったりデパートだったり、結構いろいろある場所だよね、ここ。いやー、サイコちゃんがこの数ある飲食店の中でこの吉野家を選んでくれたっていうのは、なんかすごく親近感が湧いたな、俺。いやー、しかもこの大田原の吉野家で牛丼食ってるって、いやーもう本当に最後ちゃんが大田原にいるんだなって実感できたよね。けど吉野家の前のドラッグストアっていうお店の中で、なんかあの蛍の光が流れてたとこ、あそこの映像があったけども、あれ実はドラッグストアじゃないんだよね、サイコちゃん。あれね、関石っていうホームセンターなんだよね。その関石も多分こっちでしょ。ちょっとこっからじゃちょっと見えないけども、このね、先の方に、向こうの信号の方にあるのが、あの、ホタルの光が流れてた、お店だよね。いやー、しかし、本当にね、あの動画を見て、本当にね、サイコちゃんが、大田原にいるんだなって、実感しちゃって、なんか、嬉しいよね、俺。ってなことで、せっかく、この、吉野家に来たんで、あの、サイコちゃん仕様の、つゆダクダクかな？つゆダクダクの、牛丼を、今から、テイクアウトして食べてみたいと思います。牛丼の小盛りつゆダクダクで、小盛りで大丈夫ですか？小盛りで、はい、小盛りのつゆダクダクで、ダクダクで、はい、お願いします。お一つで、はい、大丈夫です、はい、すいません、おかけになってます。あ、はい、はい、
てなわけでね、サイコちゃん、早速テイクアウトしてきました。はい、これでーす。はい、梅雨だくって書いてあるけど、一応ね、梅雨だくだくってしてきたんで、大丈夫だと思いまーす。これだね、これ。いい。いい、サイコちゃん、これ。これ梅雨が。梅雨が。うわー。結構入ってるね。結構入ってるっしょ。ちょっと待って。わ、結構、うわ、入ってるじゃん。すごい。すごいっすね。すごいっす。これはね、これは、お吸い物です。うん。確かにこれは、お吸い物。うん。びちゃびちゃじゃん、これ。うん。てなわけでね、ちょっと食べてみようか。うん。ちょっと食べまーす。携帯置けるかな。はい。てなことで、早速、いただきまーす。いただきまーす。赤っ。うん。汁気がすごい。あくよ、これあく。すげえ、汁気がすごいよ、さやこちゃん、これ。汁気がすごい。うん。熱い。あのね、つゆダクダクにしちゃうと、どっちかっつうと、吉野家の牛丼って、こう、かき込む感じなんですよね、俺。なんですけども、これ、つゆダクダクにして書き込んじゃうと、めっちゃくちゃね、口の中やけどする、これ。いや、マジ、これやばい、これ。めっちゃ汁気がすごい。うん。うん。てなことで、さやこちゃん。よいしょ、はい。てなことで、さやこちゃん。さやこちゃん。今度、俺と、一緒にさ、まあ、大太郎のね、美味しいお店、ね。まあ、吉野家ももちろんうまいんだけど、俺大好きなんだけど、吉木もね、大好きなんだけど、他にも、大田にしかないね、美味しいお店たくさん俺知ってるんで、ぜひね、俺とコラボして、一緒に、大田のね、美味しいお店、旅に行きましょう。それと、ね、牛丼の、つゆダクダク、小盛り、早食い競争、一緒に、しようぜ、サイコちゃん。連絡、待ってるからねー。